婚活業者をぶっ壊す。こんにちは、こんばんは、レイです。今ね、この動画を撮っているのが金曜日のね、夜23時26分ぐらいなのかな、このパソコンの時計で。あ、まあスマホもあるけどね、時計ね、うん。でね、一応土曜日、明日ね、この動画の撮影日の翌日、が、まあ、さっちゃんとね会う約束はしてるんだけど、時間決めてなくて、で最近ちょっとね、俺の方も仕事が、まあ、遅かったり、ね、トラブルがちょっとあって残業したりとかっていうで対応 しなければならないと、で対応に追われていて忙しかったっていうのにかまかけてしまって、まあ、ただね、日曜日の ところで、メールして、だいたい次約束決まるとその間ずっと金曜日まで、お互いに連絡 しないっていうね、変な2人なんで不器用同士のね。であとこまめにお互いに連絡 取らないタイプではあるんだけど、今日ちょっとさすがに金曜日で何にもアクションがなかったんで、俺が最後にメールして、その帰りが何もなくてというところで、一応ね明日何時で大丈夫みたいな形でメールはねしたんだけど、何も今帰ってない状況です大丈夫かよこれ22時36分ぐらいかな、俺が明日大丈夫っていう、何時で大丈夫っていうね、いつもの待ち合わせ場所があるんで、っていうのは入れて、で今全然メール来てない状況になってるんでね、多分寝ちゃってんじゃねえかなと。向こうも久しぶりのこの出勤出勤休み出勤出勤みたいな休みみたいなところで、あまり土日で連続休みやってなかったんで、今回連続で毎週土日休みが続いてたみたいで、多分生活のリズム狂っちゃってるのと、まあ、金曜日ね週末忙しかったりとかで、もう早く寝ちゃってるのかな。普段からね、まあ、10時半とか11時寝てる方なので、まあ、通勤が、ね、遠い方だからね、まあなんか寝ちゃってるのかなって。で朝ね、これだから土曜日の、ね、待ち合わせの日の朝になって連絡なかったら、まあこれ終了かなというところで、婚活のね本当これがやばいところ。前の動画でもちょっと言ったようにね、本交際前は、いくらこうやって会えていても急にダメになることもねあったりするんで、LINE をね既読スルーしたまんまで放置とかね、またはこのメールをしても何も返事がないとかっていうのはね、まあ、実体験もありますから、まあ、そういうね散々嫌な思いもねしたりしてますんで、まあ、自分の方はそんなやったことないですけどね、そういうことはないけど、大体が相手の女性の方が、もう女性の方が面倒くさくなると連絡を途絶えさせる、フェードアウトするっていう、ね、そういう方は多いんで、男でそういう、ね、人もいるよって方いるんですけど、そういう人は大体妻子持ちとか他に天秤かけてて、そっち行っちゃったっていうパターンだけの人だから、ごく少数だと思うんで、だからそれはもう運が悪いのかなと。まあ、婚活の女性の大半は理由を言わないで去っていくというのがほぼ多いです、そういう方ね。まあね、今回の方はそう、ね、さっちゃんはそういう人じゃないとは信じてはいるんだけれども、なんか、まあ、多分もう一人の、ね、方と婚活パーティーは行ってるだろうなというところがあるん で多分ね来週はなんかあるんだろうね、なんかどっか行くみたいなことは言ってたんで、まあ、ここのところずっと、ね、俺と会ってたからね、まああまり会いたくねえのかなっていうところもねあったりするんだけど、まあとある女性からは本当にね会いたければやっぱり次の日が仕事だろうが何だろうが、会うよということだったんで、まさにその通りだなっていうね。で男の場合は逆にやっぱり仕事中心に考えがちになってくるんで、どうしても翌日が仕事だとちょっと億劫になる考えが多い。これは愛とか恋とかを別にして、やはり大人の男としてのちょっと責任、社会的な責任っていうかね、別に女性にないってわけじゃないんだけど、男の方がまあ大体はちょっとそういう責任感っていうのは強い、なんか強く持ってる人が多いかなというところで、まあまあね、まあ女性は本当素直だなというところで、まあ本当に会いたければね、明日仕事だろうが何だろうがっていう、確かにね、この間そうだったんで、翌日仕事で大変だよねって、普通に食事だけした時ね、夕飯した時だねした時は別に気にならないとか言っててくれたんでね、
まあ、そういう面でちょっと自分も安心しきっていたところがあるんで、これちょっとね反省しなければならないかなっていうところで、明日は本当にね、さっちゃんとね、ちゃんと連絡取れて、まあ、デートできてるのかっていうね、まあ、ちょっと、ウィンドショッピングしたりとか、映画がいいのあれば映画見て、なきゃボーリング行こうかっていうところでね、で店ももう夕飯は大体あのこれこことここかなっていうのは俺ももう調べてあるんで、まあ土曜日だからまたね、電話して予約しとこうかなっていう、席だけ予約を、ね、しようかなっていうふうに考えてますんで、まあ実際これがだから今土曜日で、もうすぐね、あと30分で日付変わりますが、次のね土曜日、ちゃんとさっちゃんとね出かけられてるのか、お前大丈夫なんかというところでね、ちょっとハラハラドキドキ、皆さんちょっと見ていただけたらなというところで、これでダメになっちゃったら、俺なんかアホみたいな動画でアホだよね、もう散々クリスマスは一人じゃねえよみたいなことなんか言っといて、まあクリスマスの当日は一人だけどね、お互いに仕事だから、まあ、残業もあるからね、で翌日がね、さあちゃん誕生日なんで、まあ、プレゼントも買ったんだよ、プレゼント買ったんだよ、でバースデーカードもあって、まあ、これからちょっと書くんだけど、コメントをくれた方からね、バースデーカードに俺と付き合えみたいな付き合ってくださいっていう、ね、付き合ってくださいみたいな内容を書いた方がサプライズなんじゃねえのっていうふうに言われたんで、どうしようかな、本当にやろうかなっていうところも考えてはいるんで、まあそれか、それともちょっとで明日だから会えればね、会えればなんかちょっと付き合ってみないみたいな感じで打診するかな、どうすっかなっていうところでね、今ねなんかこう今のまんまだとね、お友達なんだよ、本当にお友達なんだよ、お友達状態になっちゃってるから、もう性別超えたお友達みたいなね、本当に他人行儀な部分がね、まだあるんでね、俺この間ちょっと敬語取ったりしたんだけど、まだ向こうがねちょっとね取り切れてないっていう部分があってね、うーんっていうところがどうなのこれっていうところがあって、ちょっとね悩むね、うん、まあとりあえずまずね明日会わないことね、会えないことにはちょっとね会ってみないことには分からないんで、で会えなかったら俺はまたね終わっちゃった動画みたいなの流さなきゃいけないし、で会えたら会えたでまた車の中からこうですみたいなね、なんかねところはね流そうかなというふうには思ってますね。で翌日はねまあさっちゃん予定あるみたいで会わないんで、日曜日はまあ会えねえだろうな、多分土曜日俺もねちょっと家に親戚が来るんで、そのね対応しなければいけないっていうのがあるんでね、まあ午後から夜夕飯も予約してねしてあるんで、であとはそうだよね、その翌日どうすっかなっていうね、まあ日曜日俺また仕事をね、そうね、女の人は本当にね気に入った人と会えるんであれば翌日仕事だろうが何だろうが会いに行くっていう方がいたんですよ、今ねコメント書いてくれた方がね、この前回の動画でだからね、まあそうなんだけど男はちょっと違うかなっていうところがあってね、よっぽどベタボレになってればそうなんだろうけど、普通に婚活でこう知り合っただけの状況だとなかなかね翌日の仕事考えちゃうと億劫になるかなっていう、だ前回の本交際になった人でも日曜日会うっていうのはあんまなかったね、本当に数回会ったかなっていうね、ランチだけ行っただけとかね、すぐ帰るようにして、はいたよね、遅くまでいなかったね、しましたんで、まあ、本当はだからちゃんとそういうのもねやんなきゃいけないんだけど、なんか今ちょっとねちょっと仕事で今ね不具合があったりなんだで今トラブルがあるんで、それの今対応でまた月曜日からね駆けずり回んなきゃいけないんで、もう今何だろう、恋愛モードっていう気持ちにはなってねえんで、今ちょっとね仕事モードになっちゃってるからね、本当はこの土日でねリフレッシュするべきなんだけどね、だそういう意味でもちょっとそのねまあさちゃんのことね本交際どうするみたいなね形でやろうかっていうね、行こうかっていう、まあ、男を見せてね、
あのグイッて引っ張るのにいけねえかなというふうには思ってたりします。そういうのにね、あの明日どうなってるか皆さんハラハラドキドキしながら、次の動画待ってください。よろしくお願いします。それでは皆さんごきげんよう。じゃあね、おやすみ。